荒島岳は、福井県大野市にある標高1523メートルの山である。別名王の富士、日本百名山に選定されている。白山と同様に大将が解散したと伝えられる。山頂には、荒島神社があり、信仰の山とされてきた。山域は、奥越高原県立自然公園区域に指定されている。約2000万年前、日本列島が、 アジア大陸から分離する頃、荒島武市の位置に巨大カルデラ火山があった。そのカルデラ火山が長い年月の間に侵食を受けた。その残骸が荒島武市である。南側のくずり川支流の荒島谷川は深い谷で、幻の大しでと呼ばれる落差60メートルの福井県で最大規模の滝がある。平安時代の905年に編纂された演技式において、 荒島が滝と記載されているのが三名の所見である。現時点では三名の由来を説明する確たる説はない。登山道で見られる尺投げ日本百名山に選定されているため、福井県外から訪れる登山者も多い。各方面からの登山道があり、かつ現からの登山道がよく利用されている。山頂からは白山などの360度の展望が得られる。 春先に、登山道脇では、岩内は、カタクリ、シャクナゲなどの花が見られる。荒島武市の山開きの、目吹き祭りは、例年5月上旬の日曜日に開催されている。山頂から、南斜面には、小規模ながら、お花畑が見られ、白山風呂、高根松虫草、カライト草、小梅系草、ク外草、下付草、立山ウツボ草、両白鳥かぶと、 塩釜菊島が咲き誇り、浅木マダラが飛び交う。JR 西日本越美北線小原駅から国道158号沿いの勝原スキー場を経由し、宇奈林市の急な尾根の先に、尺投げ、平と呼ばれるピークがあり、他方面からの登山道と合流する。その南東方向の尾根には、餅ヶ壁と呼ばれる急斜面があり、その先の山頂には一等三角点と、 嵐島大権現の神社がある。北西の中井で集落からの林道先で、水郷と呼ばれる自水観音に遊水がある。稜線の先には、小嵐島武氏があり、その先のシャクナゲ平でた方面からの登山道と合流する。西の助海の集落から嵐島守る漁場と、帰国林道を経てシャクナゲ平に至るルートがある。南東の国道五十八号の下山から、荒島谷川を渡り、 南西の両線から山頂に至る南路のルートがあったが、後輩が進んでおり、通行困難な状態である。2012年に新しも山コースが整備された。登山口は越前下山駅近くにあり、旧コースとは異なるルートを取る。荒島岳山頂から望む白山独の大野市から望む荒島岳北側には両城山地の山々が連なる。 南側には農業白山などの小しび山地の山々が連なる。日本海へと流れるくずり川水系の支流の源流部にある。北側にくずり川が流れ、西側にその支流のマナ川が流れる。南山腹を荒島谷川が流れ、山頂から 1.4km 南に幻の大しでの滝がある。山頂から 5.7km 西,西にマナ川ダムがある。 山頂から9 3トル南東にクズリューダムがある。かつて頂上にクズリューダム完成に伴い無線、中継ショット反射板が設置されていたが、2003年10月に撤去された。中井デコース口の駐車場の南東に位置し、大野テレビ FM ラジオ中継局の名称で、放送エリアは、大野市、勝山市の各一部地域となっている。 VHFFM は垂直変化で、UHF は水平変化となっている。地上デジタルテレビジョン放送送信設備、編集 FM ラジオ放送送信設備、編集地上アナログテレビジョン放送送信設備、編集、ありがとうございます。